ちは、アイリスです。ご視聴くださりありがとうございます。お名前には完璧なお名前というのは存在していません。ですが、どんなお名前にも成功のポイントというのが必ず存在しています。そういったポイントをお伝えしたりですとか、あとは生命鑑定の面白さ知っていただけたらなと思って、この動画を配信していきたいと思っています。今回はですね、宮崎駿さんの生命鑑定を行っていきたいと思っておりまして、3部構成で鑑定していきたいと思っています。1つ目が宮崎駿さんの生命鑑定、2つ目が宮崎駿さんの作品とお名前との関連性、3つ目がおまけの生命鑑定となっています。では早速お名前の方を見ていきましょう。はい、では早速生命鑑定を始めていきましょう。まずこのお名前のポイントを3つお話ししていきます。1つ目、クリエイティブな職人気質の8系統が本質を占めている。2つ目、成功抑圧傾向のお名前である。3つ目、瞬発力がないんです。この名式の重要な数字の説明をしていきたいと思います。まずは人格の28。人格はその人の社会的な面と壮年期の運勢に大きく影響を与えます。28は天真爛漫で純粋です。哲が障害が多く、多難で環境と人間関係に恵まれない、騙されやすいといった面があります。人に対しての好き嫌いも激しくて、負けず嫌いで強情な面もありますので、心理と飲みやすい傾向もあります。仕事面では仕事熱心で、自分の世界に没頭しすぎてしまうときもあって、人もありますから、その調整の必要な仕事は向いていません。次、資格の17、18に入ります。資格は幼少期から少年期までの運勢と、その人の本質を表しています。また、太陽さんの場合は漢字1文字の名前ですから、例数1が加わります。例数は大人になると影響があるとされていますので、子供の頃は17画、大人になると18画に、変化していきますね。ではまず17画。17画は意志が強く喧嘩っ早いです。感受性に優れている分、好き嫌いも激しいでしょう。芸術の分野に才能がありますが、自分の身を危険にさらすような行動は避ける傾向になるので、個人の才能で食べていくよりも、会社員などの安定した職を好む場合が多いです。一方で、18画は、自由とリスクを好んで、自ら改革していくといった道を選びやすいです。一風変わった雰囲気を持っていて、クリエイティブな才能を持っています。一芸に入れて一生を通じて才能を磨き続けます。そして自分の才能を一つで出世していくでしょう。頑固で他人の意見に耳を貸さず自分の主張を通しますし、好き嫌いも激しいですので、小さな関係で飲みやすいといった面を持っています。短絡的な思考になりやすいので、短期的には失敗も多いですけれども、長期的には成功を収めるといった傾向が高いです。では次、双鶴の38、見ていきましょう。双鶴は晩年期の運勢とその人の表看板を表しています。38画は優しく温厚で人当たりの良さがあります。特殊な才能を持っていて、寝食を忘れて好きなことに没頭し、勝手に成長し続けるといった才能を持っています。なので、いつの間にかその道のプロになっていたということもね、あり得ますね。ですが、リーダーの気質というのは持ち合わせていません。次、外角11。外角はですね、自分自身が求めるものを周囲に見せる顔、対人を表しています。11角は世話的に見られたり、わざと巧みな印象を与えます。知識欲があって、周囲には独自に優れた人が集まる傾向にあります。周囲に自然と人が集まる運動を持っています。次、運46。運は人生を通して影響する運です。人間真面目で綿密な分析を得意とします。非常に激しい浮き沈みのある人生になりやすい傾向があって、数奇な運命をたどりやすいでしょう。周囲の環境が成功運に大きく影響を及ぼす数字でもあって、能力を認めてもらえる環境になかったり、人間関係に苦労したり、悪い影響をもたらす人との付き合いによって運勢を悪化させたりします。もともと才能豊かで頭のいい画数ですので、環境を選べば成功できるだけの能力を秘めた数字と言えます。では次に3歳配列見ていきます。頭が良くプライドが高いです。実は自我心が強く、内外で対立不和が起きやすい暗示があります。また孤独になりやすい傾向ですね。
結構抑圧傾向にあって努力邁進すれば功を奏しますが、多くは過労に陥り健康害するといった暗示を秘めています。次、不動札ですね。不動札は本札と摩擦を持っています。本札は自分の問題だけでなくて周囲の問題までも自分一人で抱え込んで精神的に肉体的に圧迫されます。言い換えれば全ての責任を背負う運命となっています。じゃあ摩擦はですね、後先を考えず行動するために失敗しやすいといった傾向にあります。金銭の苦労、誤解を招きやすいことから人との別れが多かったりトラブルに巻き込まれたりしやすいです。しかし尻込みしない行動力を持つために社会的に成功しやすいといった面を持っています。この宮崎駿さんのね、この大人の面を読み解いてみると、物事を引き寄せ、受容し、自分の中に深く落とし込むことによって、抑えきれないほどのエネルギーが溢れ出し、新しいものを生み出す力を持っているっていったドラマを持っています。はい、ではですね、こちらのお名前のまとめをしていきたいと思います。推理からクリエイティブな職人気質の8系統が本質を占めていて、高い知識欲、特殊な才能を持っているといったことがわかります。ご自分の世界にのめり込んでご自分の才能をひたすらに極めていくといったお名前です。また3歳配列推理から成功抑圧傾向のお名前であり、周囲との関係や環境に苦労しやすく、スムーズに物事が進みにくいので葛藤を抱えやすいといった特徴もあります。特に28画と46画が重なる壮年期ではご自分の努力や情熱とは裏腹になかなか周囲からのね、賛同や理解が得られにくい時期でもありますが、それでも戦闘的な思考からご自分自身が運命を切り開いていくといったことを怠らないので、その分絶えず周囲と戦い続けて精神的に疲れてしまうといったこともあったかもしれません。そして8系統の特徴でもある瞬発力がないといったことがありまして、環境に揉まれながらもご自分の信念を曲げずコツコツと、ね、努力を続けて試行錯誤を続けた結果、晩年期の運勢に切り替わると成功が高まるといったお名前ですから、苦労が、ね、ありつつも途中で歩みを止めさえしなければ正当な評価を得られ称賛されるといったお名前です。ではこちらのお名前の成功ポイントを簡単にお伝えしていきます。まずですね、ご自分の軸がぶれない頑固さ、ご自分の好きなことに没頭していく強い情熱、ご自分で環境を切り開く力、周囲に優秀な人材を引き寄せる、周囲に斬新さを与え強烈なカリスマ性を発揮する、世界成功を持っているといったことが挙げられます。そして人格の28、46、ね、周囲との関係性が物事の発展に欠かせないといった面があるんですけれども、こちらのサポートを双角38と外角11の人間関係、対人関係で柔らかい、ソフトな印象を与える推理がかろうじてカバーして、うまくいったといったことがわかります。とはいえね、本質はとても頑固な方ですから、周囲の方はね、相当振り回されていたんじゃないかなと思います。はい、ではですね、次に作品から人生傾向を見ていきましょう。まずこちらの表がですね、宮崎駿さんがお一人で監督をされた作品の一覧となっています。作品名と発表された年代とその当時の駿さんの年齢が記されています。まず人格というのは30歳ぐらいから60歳ぐらいまでの、運勢に強く影響されていると言われていまして、パンダとパンダちょうど31歳で、発表されていますね。また先ほども触れた例数なんですけれども、例数はですね、20歳を過ぎた頃から影響されますので17画から18画へと変化していきます。17画というのはですね、リスクを取らない数理なんですが、例数が加わることによって、リスクを好んで自らね、開拓していくといったね、道を選ぶ数理と変わっていますから、そういったことも、監督業へとね、つながっていったんじゃないかなというふうに、推理から読み解きます。でですね、こちら星マークがついているんですが、未来少年コナンで頭角を現し、カリオストロの城で映画デビューを、劇場版の映画デビューをされているということでですね、こちらの作品が、宮崎駿さんの転機になった作品とされています。でこちらね、年代を見ていただくと分かると思うんですけれども、この頃というのはですね、情熱的に次々と作品を生み出しているんですね。
で、この作品以外にも他の監督さんと一緒に共同で作品を出されたりとかしているので、本当にまなしにね、次々と作品を生み出しているといったことがお分かりいただけると思います。ですが、この頃というのはですね、人格28と福運46のね、運勢が、強い時期ですから、ご自身のね、努力や情熱に見合ったね、評価を得られにくいといったね、状況だったと思います。実際にですね、この頃は、作品がですね、あまり興行収入が伸びなかったとされていまして、でまたね、こだわりと極端さがありますから、自分の、ね、意思を貫くほど周囲との、ね、摩擦が起きて、職場や家族内での、ね、不安といったものも、ね、起きやすかった、そういった、ね、うまくいかなかった時期だったんじゃないかなというふうに思います。ですが、双鶴の、ね、38の、ね、影響が強まる60歳頃からは、周囲から、ね、の評価が大きく変わっていきます。千と千尋の神隠しで様々な賞を受賞しているんですよね。で、実際にはね、このもののけ姫、56歳のもののけ姫を皮切りに興行収入が上がっていっているんですね。こういったことからもですね、この数理との関連性というのが読み解けるかなと思います。またですね、こちらのもののけ姫と千と千尋の神隠しだと、かなりこの作品の雰囲気といったものもね、違ってきているかなというふうに見受けられまして、もののけ姫というのはですね、構想に16年、制作に3年費やしている、作品ですから、20年近くですね、かかって作られている作品だそうなんですね。なので、このね、戦闘的な推理というものがね、強く出ていて、戦闘シーンが多かったりですとか、こう荒々しいようなね、作品なんですけれども、ここからっていうのはね、非常にこう協調性はというのがね、大切にされているような、強調されているような作品が多いかなというふうに読み解けます。では簡単にですね、まとめをしていきたいと思います。で、お名前とですね、作品のリンク性といった部分でですね、人生の試練の時期と成功の時期というのがですね、こう推理とね、リンクしていたかなと思います。また人格28に、ね、影響されていた時期というのはですね、純粋さですとか、あとはね、周囲との確執、人間の冷たさ、またその中でね、ご自分の子の確立のために戦い、抗い、運命の流れを変えたいといった思いですとかね、また自分とはね、異質なものを受け入れてほしいですとかね、そういった感覚っていうのが、私個人としては見受けられるんですけれども、双鶴のね、38っていうのがね、強まってからは、周囲とのね、協調といった面がね、強く表れているかなというふうに思っています。自分はね、コミュニティや家族といった集団の中の一人であるっていったこと、誰もが特別で唯一無二なんだっていうようなことですとか、人の優しさ、愛の素晴らしさ、違いをね、自分から受け入れることが、大切だよね、愛だよねっていったね、そんな印象を受けます。生命判断ではですね、今年の運勢傾向などといった細かいことはね、わからないんですけれども、こういったね、大まかな人生傾向ですとか、思考の変化などをね、読み解けるっていったことがね、分かったんじゃないかなというふうに思います。そして、私は生命判断の、結果からにはね、欠点とも言えるようなね、部分っていうのは、その方の人生のね、課題と捉えていて、それと向き合って、気づいてね、自然と改善できた時に、その方のね、人生の学びの一つが完了すると思っています。つまり、宮崎駿さんのね、学びというのは、ご自分のやりたいことをね、情熱を持って貫き続けることと同時にね、それを実現するためには、ご自分にね、柔軟性を持たせて、周囲を受け入れて大切にするっていうことがね、あって、でその先に成功が待っているというね、学びがお名前に隠されているんじゃないかなというふうに思っています。余談なんですけどもね、このね、風立ちぬ72歳で、
発表された風立ちぬなんですが、宮崎駿さんの、ね、生き方そのものを描いたような作品で、もう私大好きなんですけれど もう、ね、人生の、ね、振り返りのような作品だなというふうに感じていて、で現在、ね、新作を作成中とのことなんですが、もう次は、ね、確実に悟りの作品になるんじゃないかなと思って大変期待しています。はい、ではですね、最後におまけの生命判断をしていこうと思います。宮崎駿さんにはお二人のお子様がいらっしゃるんですけれども、お一人が長男の宮崎吾郎さんですね、ゲド戦記の監督をされていました。で、次男の圭介さん、この方はハンドソフトをされているそうです。このね、お二人の認識を見ていただいてお気づきの方いらっしゃると思うんですけれども、吾郎さんと吾郎さんの認識って非常によく似ているんですよね。新属札というのは良くも悪くも運命を引き継ぐ運命の奪い合いをする記事でとされています。つまり五郎さんがこの名付きで生まれたこの瞬間から宮崎駿さんの運命を引き継ぐことが決まっていたということになります。こういった、ね、新属札の場合ですと、自然と家業を継ぐ流れになったり、先に生きた人がやり残したことを達成したり、先代の次の運命をすることになっているというね、運命を揃う傾向にあります。もちろんね、それは全て人生の学びになるんですけれども、時に自分の人生を生きられないとかいう場合もありますね。では五郎さんの名前を簡単に見ていきましょう。三歳怪月は平尾さんと一緒で性行為抑圧傾向で、対人関係に苦労しやすい怪月です。九号札には家族があります。家族は社会的成功を秘めていますが、後先を考えずに行動するためにしっかりのリスクを負いやすい傾向もあります。大人もでは落音名を持っています。薬は長くなるので全体まとめてお話ししていこうと思います。まずですね、こちら裏表のないことですね。自分に嘘がつけないですし、ストレートな方です。一風変わった雰囲気を持っていて、話術が弾みでコミュニケーション能力も高いでしょう。プライドが高くて傲慢な印象を与えがちなんですけれども、同時に誠実で真面目な印象を与えて優れたリーダーシップとカリスマ性で人を魅了します。知識欲があって自分の信念や理想が高く、現実主義で容量が良く、人をコントロールして利益を得るのが上手いでしょう。内に秘めた、情熱が激しくて、研究熱心で何らかの本質を深く追求していくといったね、性質を持っております。ですがね、一方でちょっと不盲信で、ご自分の、ね、利益だけを追い求めすぎてしまったり、リスクを考えずにね、補強するような性質もありますから、時にね、注意が必要な時もあります。本質はね、良くも悪くも優柔性がありませんし、頑固さもありますからね、周囲との関係でもめやすいといった面を持っています。若い頃はですね、いろいろと波乱が起きやすくて、水運の裏には必ず水運がありますが、失敗を糧にね、地位、財、名誉を手にしていきます。中年期以降から順調に物事が進む人たちです。で、早尾さんとの、ね、大きな違いというのはですね、リーダーシップがあるので人を求めていく立場につきやすいといった面ですね。またね、早尾さんよりも遊びがないです。作品も早尾さんの作品と比べるとちょっとこう真面目で現実的で少し硬い印象っていうのをね、受けるかなと思うんですけれども、そういったところはね、こういった五郎さんの性質から来ているのかなというふうに思います。この動画が楽しかった、参考になったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた、アイリスの動画に立ち寄ってくださいね。またねー。